そんなに大変ようはないか。じゃあこれをね、ぐちゃぐちゃに揉んでみてください。はい、すべか、すべか、すべか、おー、ね、出ました。いわゆるクスノキですね。あの、カオルっていうのは昔の古語で言ってクシキだから、クシキキでクスノキですね。皆様、まあ、今日パネラーをですね、4名あの招きしていますけれども、生物多様性というキーワードで、25年後、まあ、どういう将来図を描いたらいいだろうかというアイデアをですね、あのどんどんあの出していただく、そういう機会です。これは環境性というシステムです、まあ、先ほども 10% ぐらいですね、福岡市の自然がなくなってきているという話がありました。でよその国はどうしているか、実はですね、大規模開発をした場合には同程度の生態系を残さないと、あるいは同程度以上のも再度低影響しないと、大規模開発をさせないという制度は存在しています。で、なんか実は先進国で日本だけなんです。市民の方にワクワクしてもらえる、で、そういう環境教育が誰でもどこでもいくつもできるっていう、そういう都市を福岡は目指していけるんではないか、それだけの財産を持っているんではないかという意味で、環境教育都市、西風ワクワクと、そんな風になってました。なんかこう、人のこうそういう欲をこう刺激するような、仕掛けを作ってあげて、やっぱりこう地球のためにとかっていうのは確かに素敵なんですが、なんとなくこう単に自分がこうそれを欲している結果が実は地球のためになっているとかいうことだったらいいなと思うんで、それはその僕らがうまい具合にですね、今後仕組み作りをあのしていかなきゃいけないのかなというふうに思っています。水上から流れている水をあの今後の課題としていかに生きたい水に変えていくかというのがあの福岡市のテーマじゃなかろうかと考えているんですが、ただ今まで通りあの浄化してその海に流すだけではなく、もうその横にちっちゃな森を作って、そこに堆積したあの石場とかそのままにして、そういったところを小川を通して流して、生きたい水に変えてやって海に流していくと。今市はあの意見を募集してます。意見募集してホームページもできてますので、そこから皆さんあの投稿ができますので、ぜひ今日感じたこと、もしくはあの身近な方、もしくは団体とかですね、職場とかでいろいろまた議論を深めていただいて、ぜひ今後25年後はこういう町にすべきだという意見をですね、どんどん出していただきたいと思います。でこれはとても大切なあのことです。ここで出して、計画に反映させていく、それがですね、事業につながっていくと、それはですね、このステップで出しておくことが必要です。それはですね、私たちの責任であり、義務であることと思います。特に生物環境に関してはそうだと思います。はい、それだけを、パネラーの皆様方、どうもありがとうございました。